川口鳩ヶ谷の代表として新藤義孝さんを国政に送り出して早8年。新藤さんは小泉内閣の下で総務大臣政務官を経て、その後現在外務大臣政務官として外交に取り組んでいます。外務省の代表として委員会での答弁やニュース番組などVTR 映像として伝えられたものが十数時間もあります。本日はそれを1時間のダイジェストにまとめて新藤さんの活躍をお伝えしたいと思います。それではまず TBS の政治対談からご覧ください。国会トークフロントライン、川戸恵子です。この番組は私たちの取材の最前線基地です、この国会記者会館に、その時々のキーパーソンをお招きして本音のお話を伺おうというものです。今日は外務大臣政務官の新藤義孝さんをお招きいたしました。新藤さん、よろしくお願いいたします。実はこの戦後、これから後が本当に大変なことですよね、はいはい、そうです。まあ、いろんな思惑交差してますけれども、ある意味ではそこで初めて日本がきちんと自分の手を出して支援ができるという体制になるんじゃないですか、うん、それはまさに戦災復興を、うん、しかも世界の優等生として成し遂げた日本、うん、私たちは今こそこの日本のこれまでの努力、うん、培ったノウハウ、うん、こういったものをイラクの人たちのために、うん、使える時が来たんではないかなと、うんうん、こういうふうに思ってます。私はこういう交渉というのは、うん、いろんなものが出てくるんです、うんうんうん、だから一番大切なのは大元の志を清く正しく持って、うん、きれい事で済まない世の中なんですが、やっぱり一番ものを言うのは大義なんです、うん、だから日本はこれはそういう大義を持って堂々とね、大きな声で主張していく必要があって、うん、それをどこまで取り入れられるか、これは大義と大義のぶつかり合いにもなります。新藤さんご自身は昔からコソボとか、はい、それからアフガニスタン、はい、こういう難民問題初め前からやってらした見届っては非常におつらかったんじゃないですか、これは、もう私たちが、日本人が想像をできない悲惨な状況だと思いますよ、うん、でこれは間違いなく、うん、その兵士だって怖いん、そりゃそうですよね、だと思うんです、そしてまあその兵士の家族、うん、それからそれは両国にいるわけで、うん、それから全くその罪のない一般の国民が負け添えになると、うん、これはですねもう考えただけでも、うん、本当にこの身の毛のね、よだつ声であって、うん、まあ、一日も早くこういう戦争がなくなるようにと思っています、うん、でも一方でこうやりながら、うん、アフリカの方ではどこかの国で1000人の虐殺があったという話も聞いていますし、世界中至るところでいろんな原因によってこの新たなやはりその殺人行為や戦争行為というのが行われているわけです。ですからこれは全部いっぺんに直せればいいけども、一つ一つ地道に取り組むことと、日本は絶対に戦争しないと、もう300万人死にましたから58年前に、そうですね、要するに遺族でない国民はいないぐらい死んだわけですから、うん、やはりこのですね、うん、重みというものを我々は世界に訴えなきゃいけないと、うん、私たちこそが一番これを言わなきゃいけない国民だと、うん、まあ、こういうふうに心に聞かせながらやっております、うん、から新藤さんご自身はどんなふうな外交をしていけばいいと思いですか、うんうん、はい、私はですね、まず構想法から直接ちょうど国会に議員になったばっかりでしたし、顔の見える国際貢献、まず日本は湾岸戦争の時に130億ドル出して、うん、お金だけ出して何もしない国と、うん、卑怯な国と言われた、うん、しかしその130億ドル日本政府が拠出したお金はこれは我々の税金です。そうでした、はい、ですからこれをですね、うん、お金を出した国と言われるね、この屈辱と、うん、もう絶対こんなことさせたくないと、うん、しかし世界の中で交わっていくためには、うん、これは日本が
経済大国である以上は、うん、この経済による貢献が日本に取れるべき一番のツールなんです、うんうん、ですからまず顔の見える国際貢献、顔を出そうよ、うん、でフロムピープルオブザジャパンということでね、うん、今今回の政府専用機でテントを運んだ時も、ね、日の丸の旗をちゃんと出ましたが、はい、これは私が、自民党のですね、会議でね、はい、自民党 の会議でこういうシールを作ろうじゃないかと言って、うん、印刷できなければシールを貼れという、うん、提案をして、うん、以来ずっと緊急避難物資につけてもらっているんです、うん、まあ、今回はこのペルシャ語を入れてね、うん、やろうということなんですが、うん、まずそこから始まりました、うん、でそれはお金を出すときに日本のマークを示すだけじゃなくって、うん、まずね人間が行くことなんです、日本人が。そうですね、で現地って汗かいて ODA っていうのはお金を出すだけっていう感じですもんね。私がコソボでもそうです、アフガンでもそうですが、その行った先でね日本のお金でやったものは相手には伝わらないんです、うん、実際の避難民や被災民には、うん、そこに届けてくれた人をありがとうって言うんです、うん、そうですね、だから日本人をどんどん出かけられるようにしようっていうんで、NGO のためのバックアップする組織を作り、あ、ジャパンプラットフォームの大西健介さんで、はい、有名になりました、それから NGO 制度を格段に広げました、いろいろなですね、うん、資金をもっと出せるようにしましたし、うん、まあ、こういうふうにやってきました、うん、で一方でもう一つ大切なことは ODA は国際経済協力援助なんです。ああ、そうですね、はい、ですから経済活動だけなんです、私はもう一つね、この日本は平和な国です、うん、平和を追求する国です、うん、ならば経済協力プラス国際平和協力という、うん、この外交の柱を打ち立てたらどうだということをずっとやってます、うん、そして外務省の政務官になって、うん、今ちょうど折しも ODA の大綱も直しますし、ね、いろいろ外交のですね、枠組みを外務省の改革もしようとしてます、うん、そういう中で国際平和構築 の、うん、組織を作り、うん、それから ODA の中にそういう文言を入れて、うん、人間の安全保障だとか、うん、地雷だとか、うん、それからこういうその復興ですよね、うん、平和ピースピーキング、うん、こういうものを作るための、うん、これをね経済プラス平和と、あ、それで打ち立てようとしてるんです。わかりました、ありがとうございました。それでは今日はこの辺で。私は今本会議場の傍聴席に立っています。あちらが新藤衆議院議員の座席です。ご覧いただけますでしょうか。この新藤さんの議席は小選挙区川口鳩ヶ谷の私たちの代表の議席です。ここから地元へ、さらには顔の見える外交へとつながっていくわけです。では続きまして、イラク戦争の始まる前から戦後の復興支援までを7本の VTR でご覧ください。アメリカなどによるイラクへの武力行使に反対する国内の NGO 非政府組織が日本政府に対して武力行使に反対するよう求めこれに対し、外務省の新藤政務官は、国民の声を聞きながら最善の解決策を探したいと述べました。このイラク関連につき